株式会社カネタや家具店は千葉県千葉市三浜区に本社を置くインテリア小売業の企業である。千葉県を中心に首都圏でルームデコ、ガレージデコを展開している。ルームデコは家具をはじめカーテン、内装、インテリア雑貨までを提案するライフスタイル型インテリアの専門店である。ガレージデコではアウトレット商品を多く取り扱っている。 日本国外にバイヤーが直接出向き、企画、設計、制作に携わることで、有名メーカーの発掘、自家輸入や、制作から販売の中間コストを極力省いたオリジナル家具の提供もしている。そのため、取扱い商品カテゴリーの幅が広く、オリジナル商品から有名ブランドまでを取り扱う。創業からの歴史は古く、老舗専門店という顔も持っている。 一般社団法人アジア家具フォーラム会員機能。リズムは家具をはじめ壁紙、照明、カーテンなどのエレメントからリフォームまでをワンストップで提供するインテリアのトータルブランドである。マンションライフを意識しており、従来の家具で一般的とされていたサイズ感よりコンパクトに設計されている。モダンデザインを基調に木の質感。 ファブリックの質感などを合わせたぬくもりをコンセプトとしている。リズムの家具はルームデコの店舗で展開されており、トータルインテリアとライフスタイル提案はリズム幕張新都心店で受けることができる。家具メッセバザールはカネタや家具店の主催によって首都圏の展示場で開催されるインテリアの総合展示会である。主に幕張メッセで開催され、 展示面積9000平方メートル70社以上が出展する来場者数、展外最事売り場面積日本最大級の家具の祭典である。国内、国外の有名メーカーインテリアが多数並び、最新の家具は業者向け展示会で発表された直後、家具メッセバザールに並ぶケースが多いとされる。家具の総合ブランドである、ルームデコとアウトレットショップである、ガレージデコを展開している。 ルームデコでは、総面積が1万5000平方メートルを超える、超大型店舗から300平方メートル程度の単独店まで多彩な店舗展開をしている。この他に、通販サイトルームデコも運営している。AB、ルームデコのリフォームブランド、リースムが人気のテレビボードシリーズから新サイズを発表。ウーマンットシーオード c o j p 2019年8月7日閲覧。ABC、カネタやルームデコ60周年に向けて。インテリアプラス。2019年8月7日閲覧。山根 HD カネタや、家具店家具、インテリア業界における、アジア地域の貿易促進と人的交流。www.aff-forum.com。2019年8月7日閲覧。 アバウト家具とインテリア、リースムリズム。リースム、2019年8月7日閲覧。コンタクト家具とインテリア、リースムリズム。コンテ,ンテント、2019年8月7日閲覧。日本最大級の家具の祭典が開催。家具メッセバザールイン、幕張メッセ9月14、15、16日。日韓工業新聞電子版。2019年8月7日閲覧。 日本一の来場者数を誇るインテリアの祭典が開催。家具メッセバザールイン、幕張メッセ6月15、16、17日。エキサイトニュース。2019年8月7日閲覧。日本最大級の家具の祭典が開催。家具メッセバザールイン、幕張メッセ7月20、21、22日。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン。 prtimes 2019年8月7日閲覧。株式会社カネタや家具店の企業詳細。全国法人リスト。2019年8月7日閲覧。ab 国税庁長官官房企画化法人番号。管理室。www.houjin-bangou.nta.go.jp。 2019年8月7日閲覧。ABCD 国税庁長官官房企画化法人番号管理室。www.houjin-bango.nta.go.jp u n t a. J p。2019年8月7日閲覧。バイアウト JAFCO とは株式会社 JAFCO。w w w j a f c o c o j p 2019年8月7日閲覧、ありがとうございます。